じゃじゃじゃ。さあ今回豊さん、はい、大の仲良しカルロス・ポンセ選手あいつ YouTuber になってあ、耳に入ってましたか。見たよ。すごいっすね。太陽ホエールズはその YouTuber 呼び軍みたいな感じで言われてましたもんね。言われてんな。そういう教育受けてきたのかみたいな。ちょっと見たらバッティングとか教えてね。教えてましたね、なんか。でも守備は教えられないよ。守備は教えたらな、あいつは。ダメっすか。めっちゃくちゃ下手だろ。だってお前、レフトから、はい、昔の後楽園 の、はい、あのバットケースって昔あったじゃん。あバットみんなが刺してる。はいはい、あそこに投げたからえ、それ入ったんですか。入ったんですか。いや、そういうエピソードがあるけど、はい、あいつ YouTuber になって、はい、あいつ真面目に教えてんじゃねえよって、はい、あら、俺はもう先輩として俺はね、YouTuber のあいつのキャラクター、はいはい、今、行動でさ、カートが乗れるじゃない、マリオカートみたいな、はい、俺、あの格好して、いろんなとこ行って取材してきましたみたいな美味しいところがありますみたいな、はい、ビーンとか乗ってはいとか言いながら、ああ俺絶対その動画回ると思う。確かに。だからあいつのバッティングさ、片言の日本語で言われたってさ、わかんないよ。頑張りますって言って。頑張りますって言って。だってあいつさ、キャッチャーフライでさ、はい、若菜さんがこうやって構えてる時に神宮で、バカでやーとか言って来たんだよ、はい、若菜さんびっくりしてこうやって下げたの、はい、ボタンガーって取りながら頭ポーンって当てたからえぇーみたいな、もうすごいいいやつなんだけど、ね、太陽と宇野さんすね。じゃあそう宇野以上だよねやっぱね、アメリカでもいいから行動はあれで走ってこいっつんの俺絶対その方が回る。面白いですね。キャラクターも愛されてた選手ですからね。もうそしたらさ、はい、キャラクターとしてさ、俺任天堂が、はい、もう公認すると思う。公認キャラクターですそのものとして。そのものとして。だって横浜でもファン感謝デーの時にさ、はい、呼ばれて、はい、マリオの格好させられて、カート乗ったぐらい。絶対受けるじゃないですか。絶対受けるじゃん。絶対受けるじゃないですか。だからそこをまあ真面目に考えちゃダメだよ。だから例えば日本の旅館。はいはいはい、温泉来ましたとか言ってマリオカートで、はい、温泉ここ気持ちいいよみたいな、はい、チャリンチャリンチャリンみたいなコインのね、コインのね、もうそういうのなんだ。ああ、いいっすね。できてますね、三田さんが。だってポンセを扱うんだったら俺そこだもん。確かに。でも温泉の紹介にもなりますよね。いや、そこの企画をポンちゃん自身が分かってなきゃ、あいつお前真面目にやってもダメだから。一番先輩として、先輩として。いやいや、だってそんなキャラが立ってる人間って、はい、そんないないよ。まあ確かに、確かに。だからこうパワプロ君で売り出そうと思う。いやーそうですよ、ほんとに。なんかどうしようね、ユニオン聞いて。その話は聞けないですよ。いやだからお前ユニオン変えた方がいいよ。あのデザインで。あのいや本当にパワプロ君のあのヘルメットいつも被ってて、そのメガネはそのままで。あ、わかりました。だからやっぱそのキャラっていうのを大事にしないと。だからポンちゃん分かった、この動画を見てたら一回それ企画してみる。ぜひちょっとご検討を。絶対当たるから。